なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。